平林金吾11月27日から1981年12月29日は日本の建築家。愛知県西葛郡豊山村出身。旧姓は安藤。金吾は安藤清三郎、常夫妻の三男として生まれ、その後母の姉の嫁ぎ先である平林家の養子となり、東京に移住。芝中学を経て東京高等工業学校建築家卒業。 その後入社した倉庫設計の会社で高橋貞太郎と出会う。この高橋の勧めでこの会社を退職し内務省、明治神宮造営局技師として宝物殿の工事管理に従事、同管制後は高橋が勤務する区内省に勤務。内務省在籍中の1918年、同僚だった岡本薫との連名で大阪府庁舎の建築設計協議に応募し、 一等当選を果たす。同庁舎は1926年に完成したが、応募策から大きな手直しはされなかったという。また、平林と岡本の連名策では、建築学会会館のコンペでも一等となるが、関東大震災の影響で建設は見送られている。1924年に東京市の臨時建築局技師となる。前年に関東地方を襲った、 関東大震災にて多数の建物が損壊し、平林市は主に鉄筋コンクリート製となる約50校の小学校新校舎の工事管理に当たっている。1927年からは復興建築女性株式会社の技師となり、政府が補助金を出した上で建設される対価住宅、ビルの設計を主に行った。ここでも高橋が上司として携わっている。 1929年、昭和天皇即位記念事業として、名古屋市役所を新しく建設することとなり、翌1930年に、佐野力を審査委員長とするコンペが開催された。平林氏は仕事と並行して、これに取り組み、屋上に名古屋城天守を模した瓦吹き屋根の塔を組み込んだ書位、定漢様式の作品を応募し、これが一等当選となって、 新庁舎は1933年に完成した。なお、実際の建物は、平林案から一部手直しが行われ、特に当の大時計は、平林案にはなかったものだった。平林の設計作は建築コンペでは、大阪府庁、名古屋市役所の他に、朝鮮貯蓄銀行本店ビルで採用された実績がある。戦後は、建築事務所を経営する傍ら、 日本建築学会会員として活動していた。ありがとうございます。